こんにちは、カオルンです。最近イヤホン、ヘッドホンのね、動画をたくさん上げていると思うんですけれども、上げていてね、ふと思ったことがあって、あれ、こういう系の動画ってね、内容がね、難しいよって人がね、多いんじゃないかって思ったんですね。やばい、このままじゃね、皆さんにオーディオのね、楽しさを知ってもらえないじゃないか、お店に行ってもね、どれを買えばいいかわからないじゃないかってね、大変だって思いました。そこでね、あ、イヤホンの知識をみんなに簡単に伝えることができれば、オーディオの楽しさをもっと知ってもらえる、僕のね、動画だけじゃなくて、他のね、ガジェット系の YouTuber さんの動画もわかるようになる、お店に行ってもね、好きなものが買えるようになる、なんてね、思いました。ということで、今回はですね、これを見れば、イヤホン、ヘッドホンの知識に詳しくなって、音楽がもっともっと楽しくなる、イヤホンの豆知識講座、やっていきたいと思いまーす。イエイ。こういう系の動画を出すのは僕にとって初めての試みだし、他のね、YouTuber さんでもなかなかいなかったので、至らない点がたくさんあると思うんですが、わからないことはね、どんどん答えていきたいと思いますので、ぜひね、コメントしていってください。みんなに伝えていく内容は、なるべく簡潔にということで、実際にお店で売っているイヤホンのね、パッケージに書かれている言葉だったりとか、Amazon のホームページ、こちらに掲載されている言葉をね、今日は解説していきたいと思います。まず一つ目に、コーデックについてお話をしていきたいと思います。コーデックというのはですね、どれだけ音質がいいかという意味を表しています。ぜひね、音質重視のね、イヤホンを買いたいと思っている方はですね、チェックしてほしい用語でございます。ちなみに僕もね、かなりメインで重視をしています。よく聞くものとして、SBC、AAC、AptX の3つがあります。音質のいい順にね、上から並べると、AptX、AAC、SBC の順番になります。AptX が最強です。ただここでね、気をつけなくちゃいけないのが、AptX が最強だからといって、そのね、イヤホンを買うんじゃなくて、実際にね、自分たちが持っているスマートフォンも AptX に対応しなくちゃいけないんですよ。なので自分のスマートフォンが AptX にね、対応しているかチェックしてみてください。残念ながらね、iPhone は全て対応してなくて、あとね、一部の Android スマートフォン、こちらもね、対応していないので、そういう場合はね、AAC のね、イヤホンを買ってみてください。AAC はね、ほとんど全てのね、スマートフォンで対応しているし、それなりにね、音質もいいので、ぜひおすすめです。あとはね、この音質関連の雑学で、結構イヤホンのね、パッケージに、スタジオチューニングしたサウンドです、みたいな感じでね、書かれていることがあるんですが、これもね、かなり力が入っているので、おすすめです。次にね、保護等級についてお話をしていきたいと思います。保護等級というのはよくね、パッケージの裏に IP って書かれて、その後にね、2つ数字が並んで IP55 みたいなね、感じで書かれていることがあるかと思います。これはね、最初の数字が防塵、後半の数字がね、防水を表しています。数字が高いほど最強で、IP88 なんかはね、嵐にも耐えられるし、海のね、浸水まで OK っていう感じです。ただね、イヤホンだとこんなね、高い数字はなくて、だいたい IP55 ぐらいね、あると理想的かなと思います。スポーツ中にね、汗かいちゃうけど使いたいよって人とか、あとはね、雨の中で使いたいよっていう人はね、ぜひチェックしてみてください。続いて今話題のノイズキャンセリングについて説明をしていきます。正式名称はアクティブノイズキャンセリングで、かなりね、今話題となっている機能なので、皆さんね、聞いたことあるかなと思います。このね、ノイキャンの仕組みなんですけど、周りのね、聞こえてくる雑音、これに対してね、真逆の波形をね、イヤホン本体から出すことによって、周りの音をね、消してくれる機能になります。近年のね、ノイキャンのね、イヤホンはかなり優秀なものがね、多くなってきたので、マジでね、周りの音聞こえなくなります。自分だけのね、世界で音楽を楽しみたいよっていう人はね、絶対にチェックしてみてください。ちなみに僕もね、かなり重視しています。一つだけね、気をつけなくちゃいけないのが、パッシブノイズキャンセリングというね、言葉があるんですけれども、こちらをね、今回紹介したノイキャンとはね、また違う意味になるので、チェックするときは注意してくださいね。続いて4つ目、アンビエント機能を紹介していきます。こちらね、別名外音取り込み機能なんて呼ばれたりもしてますが、こちらの機能はね、ノイキャンとは真逆で、周りの音をね、集めてくれる、機能となっています。イヤホンをつけたままね、誰かと喋りたいなぁなんて方にとってはね、ぜひおすすめしたい機能でございます。最後にね、バッテリー充電のお話でございます。結構ね、ワイヤレスイヤホンって充電しないと使えないので、めんどくさいな、いちいち充電するのなんて方ね、いると思うんですよね。
なのでバッテリーはね、最低ね、イヤホンとね、イヤホンのケース、こちらも合わせて20時間ね、あるといいかなと思います。ノイキャンを使うとね、さらにバッテリーの消費激しくなるんですが、それでもね、15時間あるといいですね。それでもね、充電がなくなったよっていう時に速攻で充電できるように、充電ケーブルはね、タイプ C を選びましょう。タイプ C のケーブルはね、マジで充電早いです。ということで今回はイヤホン、ヘッドホンの豆知識講座やっていったんですけど、いかがだったでしょうか。初めてのね、試みではあったんですが、この動画をね、通じてね、イヤホンの動画見るのが楽しくなったりとか、ちょっとね、購入するときにね、支えになってくれる、そんな感じの動画であったらね、めちゃめちゃ嬉しいです。みんながね、イヤホンにとって一番欲しい機能が音質なのか、それともね、運動をするときなのか、それともノイキャンがいいのかっていう感じでね、目的別で選んでもらえるとね、とてもぴったりのイヤホン、ヘッドホンが見つかるかと思います。ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録者1000人をね、目標にして頑張っていますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではね、また次のカオルの動画でお会いできたらめちゃめちゃ嬉しいです。ということで、バイバイ。